はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。今回はコンガのチューニングについて解説していきます。はい、コンガというパーカッションの素晴らしいところは、一つの太鼓でも叩き方を変えることによって、いろいろな音を出せるというところにあります。これっていうのはですね、ちょっと難しい言い方をすると、音の振動数を叩き方によって変えてるんですね。今、オープン、スラップ、オープン、スラップっていう叩き分けをしたんですけれども、パッと聞いた感じ、タン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 って、こう、オクターブで、違う音が出ているように聞こえたのではないかなと思います。まあ、他にもいろいろな倍音が載っているので、厳密にはちょっと違うかもしれないんですけども、まあ、一番メインに聞こえてくる音はですね、タン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 とこう、オクターブ違いに聞こえると。オクターブが違うっていうことはですね、つまり音の振動数が倍になってるっていうことなんですよ。つまり何が言いたいかというと、このコンガという楽器をいい音で鳴らしたい、いい響きで鳴らしたい、ないしは、いろいろと叩き分けて、いろいろな音色を使い分けたいといった場合ですね、この音をいい感じに振動させてあげる必要があります。で、音の振動っていうのは、つまり、この太鼓の革の振動なので、この振動具合をいい感じにするために、チューニングっていう作業が必要になります。まあ、今がもともと民族楽器なのでですね、そんな細かいことは気にしませんと。もう気持ちよく叩ければそれで OK っていうですね、ワイルド派の方々もいらっしゃるかもしれないんですけども、やっぱりですね、こう、うまくチューニングできるようになると、音の使い分けが、こう、はっきりくっきり出せるようになります。この音の使い分けができるようになりますと、やっぱり上達のスピードがぐんと速くなりますので、ぜひこの動画を見ている方にはですね、チューニングをマスターしてほしいなと思います。で、まず注目してほしいのは、コンガの革ですね。今回本革のものと人工革のもの。用意したんですけれども、この革の種類によって、チューニングのスタンス、難易度が大きく変わります。まず本革の方ですね。こちらの方が当然チューニングが難しいです。なぜなら湿気の影響をもろに受けるので、湿度によってですね、革の状態が毎回変わるんですね。で、革なんで結構伸び縮みしますので、毎回パーフェクトにチューニングするのは、すごく難しいと。思っておいてください。まあ、ある程度のところで毎回、妥協しなきゃいけないような感じになります。革をグッと張った状態のまま置いていくとどんどん伸びていきますので、練習前とか本番前、叩く前にチューニングして、まあ、革を張って叩き終わったら、チューニングして革を緩めるといった作業が必要になります。一方、人工革の方は厚さが均一で、伸び縮みもほとんどないのでですね、チューニングが圧倒的に楽です。で、一回厳密にチューニングしてしまえば、もうそのまま置いておいて OK なので、毎回チューニングするのめんどくさいわという人はですね、人工の革をおすすめしています。はい、で、チューニングに必要なものですね。まず、当然チューニング機、チューニングするための、レンチと、あとチューナーですね。できれば音が出るものがいいです。で、チューナーないという場合はですね、今、スマホだったらですね、アプリで、チューナーとか、ちっちゃい、ピアノのアプリがあると思いますので、ぜひダウンロードしてください。で、このチューナーを使って、例えば C なら C で、こう鳴らしまして、こう聞きながら音程を合わせていくわけなんですけれども、まあ、この音を、C なのか B なのか D なのか、何にするのかっていうのはですね、はっきり言って好みでもありますし、楽器の個体差で、どこの音程が一番よく振動するのかっていうのは変わってきます。ただ練習するときですね、毎回チューニングが違うと、この叩く感覚が毎回変わってですね、あまり練習にならないというかですね、上達しにくいので、練習するときは何か一つの音程に決めて、毎回その音程にチューニングするとした方が良いでしょう。で、このレッスンでは、まあ、ここにあるですね、11インチ、直径が28センチのコンガをチューニング C にします。ドレミのドですね。で、完全に、初めてのビギナーの方は、これと同じにしていただければ分かりやすいと思いますし、ある程度慣れている方はですね、自分の好きな音程にしていただいて大丈夫です。はい、ではゼロからチューニングやっていきたいと思います。今ですね、この革をもうベロベロに緩めて、
ごい音程が低い状態にしてありますので、ここからチューニングをしていって、最終的に音程 C まで上げていきたいと思います。で、まずはですね、この、チューニングする前に、横からこのコンガを見まして、各このチューニングラグがある位置ですね、の革の高さを、目で確認します。ここの高さです。で、これをこう回しながら、見ていって、どこかだけ極端に短かったり、極端に伸びていたりしていないかを確認します。で、各ポイントがですね、均等にこう伸ばされていれば何も問題ないんですけれども、どこかだけ極端に伸びていたりすると、もうそのままですね、その伸びた形のまま、いびつに皮が伸びていってしまったり、この皮を伸ばしているリムがですね、変形していっちゃうんですね。そうするともうチューニングを合わせるのが非常に困難になりますので、必ずこの目測で、この幅っていうのを確認します。今ここが若干短いので、このチューニングのボルトをこのチューニングキーで回します。まあ本革なんでね、厳密にはこの長さを揃えたとしてもいいチューニングになるとは限らないんですけれども、革の寿命もありますのでなるべく均等な状態で、伸ばした方がいいんですね。で、目測で、ある程度同じテンションで、革が張られていることを確認したら、そしたらもうあと順番にこのラグを同じ分だけ回していきます。例えばここのラグを、このチューニングキーでですね、まあ大体角度30度ぐらい回したら、次の30度、30度というふうに、順番に回していきます。で、時々このヘッドの真ん中をポンポンと叩いてあげて、こう均一に皮を伸ばしてあげます。で、音程を確認するために、今叩いてみますね。で、目標が、チューニング C なので、今だいぶ低い、音程であるということがわかります。今は、大体 F シャープぐらいですね。これをまあ、ぐーっと上げて C にしていきます。のでさっきの、ラグを回す作業をしばらく続けます。大体今 A ぐらいです。こう皮が伸びていく過程でですね、パキパキっていうような皮がですね、なんていうか割れそうな音がするんですけども、これは結構新しい皮だったら、あり得るので、皮が伸びてる音なのでそんなに気にしなくて大丈夫です。あ、こういう音ですね。まあ、この革は別に新しくもないんですけど、やっぱ伸びるときはこういう音がしますね。はい、今だいたい音程 C まで、チューニングを上げることができました。で、あとはですね、細かい微調整をしていきます。はい、微調整に入ります。これを鳴らしつつですね、この各ラグのポイントを、まあ、チューニングキーでもいいし、指でもいいんですけど、ちょっとずつ叩いていきます。
で、まあこの C に対してですね、低いところをちょっとずつ上げていきます。今ここが若干低いので、まあ、ここを上げると。低いので上げます。上げすぎました。で、大体まあ均等になりましたらチューニング完了です。はい、あとはおまけなんですけれども。例えばですね、このチューニングラグ。これがですね、もうすごい古いコンガで、まあ学校の備品とかでありがちなんですけれども、このラグが硬くて曲がらないとか、キューキュー言うっていう場合ですね。これやっぱ、ボルトとネジなので、摩耗するんですよね。まあ摩耗とあと錆び、たりするんで、まあ可能ならですね、もう一回これをすごい緩めて、全部外して、こういう、油を刺す。まあ、これクレ556っていう、まあ、潤滑油なんですけれども、まあ、こういうのを刺してあげる。で、あまりに、このラグが摩耗しているのであれば、交換した方がいいです。で、あとはですね、古いコンガ、中古のコンガなどで、もうこの皮がすでにもう、グイッと伸びている。伸びきった状態である。その状態でいると、やっぱり先ほども言ったように、この、フープが、もう歪んでしまうので、なるべくですね、早いうちにこの革を交換した方が良いでしょう。で、新品のコンガを買った場合ですね、例えば LP 社の、コンガなんか、このヘッドがですね、新品の場合結構透明な、色だと思うんですけれども、で、これでチューニングを上げてテンションをかけていくと、だんだんこの透明が、こういう白いあざみたいな、色になってくるんですけれども、これは、皮が伸びたらですね、自然とこういう色になるので問題ありません。まあこれも今だいたいこの辺が、半透明で、まあこの辺白くなってるんですけど、まあだんだん伸びてきたらこういう色になってくるってことですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回のチューニング、まあ決して簡単ではないですけれども、やればやった分だけ耳が鍛えられて、まあその分ですね、上達のスピードも上がると思いますので、毎回叩くときに、まあ、今日の皮の状態はどうだろう、音程はどうだろうって、意識的に、見るようにしてみてください。はい、こんな感じでパーカッションの情報発信やレッスンをしておりますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また。